場の生の本マグロと惚れ込んだ渡辺さんのマグロ、目利きに狂いはなかっただろうか。全然脂のりは違いますね。これはもう包丁を入れた感覚で大体わかりますよね。いよいよ渡辺さんのマグロが寿司種となって握られる。遥か玄関の津軽海峡からの長い長い道のり。大トロと赤身、どちらもそれぞれの持ち味を主張する珠玉の握り。口に入れればとろけてしまいそう。